리아 노미나데 마라 브라카호야오 도니시 순두가이솔 르시아디노 옥니샤니아르크 아웅에그스 한다레락 에라 소타시그샤코 코노우코 아비샤비시 아비샤타가르빈누 그나이솔 아다라카다시코케아 이라이 로치라나이시누 기오즈르스 아웅히크리 에토디나레락 아침쇼와타기미노트라게소나쿠키나모스타마하요유스 온지타니시누 그누가이솔 아야고르빈누 그네모시토나코 ティスディノフェアトニークリッパーを勝負国セリーウィヨトレラレアンガコトライレイケアホノフェアアゴトクリッナマウヤウクロイケアニーブセフェウルセアディノゴーソージュフェイサイショルイノイレラレアステルビシアベレカネドースウルセケチャウィルバズセヤオトラゲーソーナカチャルコンアズテコトレマヨーゴホニークリッパーアグマコンドスクオニーブセフェエダカンドレモイストエーシサニケティアチケトルセアディノフェイサイショルアグニークリッパーリエティムトレチャシソーステノウブヌウェアニーブセウフェアーゲロアウィルバズセヤアラコトクレチョインアカゴムビシオニーブセウフェアウィネキロニクリエドーピウルシケチャウィルバズセヤオタチケノモトクレリンデトートープサポーズインアラケイブセウフェウカカタゲソーナカティエティクウンエイションニウカソーキーブセウフェオネエティクアウィクリウィヨトレロテキマギオサラオクネキイシガオヌウェアニーブセウフェオタゲホンスナラバーワポンスタバホニャンフェイサイショルアワラコヘアトニャクモクアベロインニケスヌバチョイパハイニシキニニュージンアグイルバズセイヤオジュイキネコースネスウクナトクニシュンダキリマアガッアコドハキアブスタバハナゴルビジヌグンダコアティエチネグスタハトラディアナトンメンデコルタアウフェイサイショルアウェドトモンニシュウイブヨトロモイブコオンズダタチカイオウイローティアニシュウプリミジャルオナイショルアウィニアムスティジュースのフェア。アチケチョイパホイケスのブルスナーキニアピションドジネスカス、アユカリネスのガイショル、イシナニヒナリポー、オーゲアトンフェイサイショル、ウルゲモオークニシャリアルク、エダメロカウィクリン。ウリアガオロコノジインナミニュージシタ、アウィニュレナシティクショーコノマルゲレトンニクリン。アッタニロトクレアスウィローケダムシティンスタフジュスタグル。ズシノシナベアス、オーターテラソフェアテラウクソン、アウィンヒクリン。ウリエテクオステクナヘアズウィエチショタチアグスタソンインジタフジュウヒクカヒン、インヨージュケゴジュ、インノムトニンナーソナコ、アウェネキジャテラシュウスケケガギカコイロヌフオカイシェラン、エドボーターニアルク、インネノユージネシン。ウリエテラサニムタシアズナハオスネス、アワラクココシェボーオヌビシティ。アズドミジュラオモトカテムスゴンアケーリショニクソソースバハイショルニスエドボータニアルクオーキンエノユージネシンエラリショムデムスデブイヨトフォクレルツイロギーアウィグリンアダムスのニグリンアウナチョウコウアテラソウコウタギゼセムルソタテラソフェアテリゴイヤチョウネソウズタカニケガエテクミナシェイクナコニーブセウフェウクピナオホープメライショルウライズスルフインヌプジナシジキュージネゾウグスジドウアニグリンイヌレナシティクショーコニクリゴノマルゲレイルパイゼーセンウスジゾートフェアウリエテラシケチョッアキアナウィデラワラアノソートクネコニアンフェイサイショルアオフェアトニャクモクオープメスウィクナヒヒフェイスウルゲモータケムスそのオクニシャンデアルクアウィンヒクリンアテラソフェアティシティニシュージンズタギシアウィンヒクリヒロギーオナゴルビジヌガネモシトナイショルブラオメイソーナクリエチェミショワケイトヌクロイケイルセアティヌフェイサイソルオニーブセウフェアオフェアトニクリタティケテラセリサナボンオメチナヒヒサザンオインシュウフエイクウンエイショニーブセウフェウクウィナオホープメライソルオンスルウケナモイラキヨナシグシウスコアインウガイソルアオフェアトニクリアゴルメイモシエイドウコウショウホージンオトンルカシェンコ大統領、ベラルーシに来たワグネル、ポーランド進撃望む。最近、ベラルーシに拠点を移したロシアの民間軍事会社ワグネルグループが、ポーランドに進撃することを望んでいるとベラルーシのルカシェンコ大統領が話した。スペイン、EFE 通信は23日、ベラルーシ国営ベルタ通信を引用し、ルカシェンコ大統領がこの日、ロシアのサンクトペテルブルクで、ロシアのプーチン大統領と会い、
こうした話をしていいのかはわからないが、しなければならない。ワグネルは西側、かっこポーランドに進まなければならないと主張していると話した。ルカシェンコ大統領は、ワグネルグループがワルシャワとジェシュフを見たいと話したとしながら、彼らがウクライナに対するポーランドの軍事支援に対応し反撃できることを望んでいると主張した。彼らワグネルグループは恨みを抱いている。アルチェムフスク、かっこウクライナ名バフムトで戦うとき、ウクライナの軍事装備がどこから来たのか知っていたと説明した。バフムトは約10ヶ月の激戦の末に、5月にロシアにより陥落したウクライナ東部の要衝地で、ワグネルグループが実質的にここの占領を率いた。ルカシェンコ大統領は、ただすでに合意したようにワグネルグループをベラルーシに留めておくという点を強調した。ワグネルグループは先月23日にロシア軍部との摩擦から首都モスクワに進撃し武装反乱を図ったが、ルカシェンコ大統領の仲裁で1日ぶりに引き返した。当時プーチン大統領はワグネルグループ創設者のプリゴジン氏とその兵士らがベラルーシに行く代わりに彼らに反乱の責任を問わないと約束した。ワグネルグループはその後実際にベラルーシに拠点を移し、ポーランド国境近くでベラルーシと合同訓練を始めた。現在ワグネルグループはベラルーシ軍を訓練する教官の役割をしている。ポーランドはベラルーシと隣接した東側地域で兵力を強化し、ワグネルグループによる万一の侵攻に備えている。プーチン大統領、ウクライナ反撃するが失敗した主張。ロシアは連日空襲。ロシアのプーチン大統領がウクライナの反撃は失敗したと主張した。最近ロシアは連日ウクライナを空襲している。ロイターと AFP 通信などは23日、プーチン大統領がロシア第二の都市サンクトペテルブルク近郊のストレルナのコンスタンチノフスキー宮殿でベラルーシのルカシェンコ大統領と会い、このように話したとロシアメディアを引用して報道した。ルカシェンコ大統領が反撃がないと話すと、プーチン大統領が存在するが失敗したと答えたというのが報道内容だ。ルカシェンコ大統領は先月武装反乱を起こしたプリゴジン氏の民間軍事会社ワグネルグループとプーチン大統領の合意を仲介した人物だ。その後ベラルーシに移動したワグネルグループは最近ポーランド国境近くでベラルーシ特殊部隊と合同訓練をし、周辺地域の軍事的緊張を高めている。こうした中、この日深夜にロシアはウクライナ南部のオデーサを空襲した。17日の黒海穀物協定中断後、ロシアは連日オデーサを攻撃している。黒海穀物協定は国連とトルコの仲裁でロシアとウクライナの戦争中にも黒海を通じて穀物と肥料を輸出できるようにした措置だ。オデーサ地域の軍政責任者オレフ・キペル氏はテレグラムで、オデーサがテロリストの夜間攻撃を受け、不幸にも民間人一人が死亡したと主張した。これに先立ち同氏は、この日午前3時にロシアの攻撃により子供4人を含む18人が負傷し、このうち子供3人など14人が病院に入院したとも伝えた。ウクライナ空軍は、ロシアがこの日深夜にオニクスミサイルとカリブル巡航ミサイルをオデーサに発射したと明らかにした。ロシアはこの地域の穀物関連施設を集中的に攻撃している。また、オデーサ最大の正教会建物であるスパソプレオ・ブラジェンスキー聖堂が攻撃で大きく破壊されたりもした。ロシアはオデーサなどに対する攻撃がウクライナのクリミア大橋攻撃に対する報復事件という立場だ。クリミア大橋はロシア本土とクリミア半島をつなぐ唯一の陸路で、ロシア軍の核心補給路役割をしてきたが、17日に攻撃を受けた。
ウクライナはクリミア大橋攻撃に対し直接的に認めていない。ただ、ウクライナのゼレンスキー大統領は21日、米アスペン安全保障フォーラムにオンラインで参加し、クリミア大橋が平和ではなく戦争を招くとして軍事標的になるかもしれないと主張した。